こんにちは、こんばんは、ごきげんよう、井上ゆきたです。今日はですね、初めてポケットモンスターをやっていこうと、ポケモンポケットモンスタースカーレットをやっていこうと思います。私ポケモンちっちゃい頃、多分ね、初代緑とか赤とかがあった世代なんだけど、あんまり家でゲームをやるっていう習慣がなくて、友達がまあやってるのを横で見てたりとか、ちょっと操作をさせてもらうぐらいと、あとアニメだね、アニメの初代ちょっと見てたぐらい、ポリゴンぐらいあの今はちょっと伝わらないかもしれない、ポリゴンショックくらいまでの頃はね、ちょっとポケモンも見てたのね。ちょっとあれがあって、放送休止以降多分見てない、ほとんど見てないんだけど、自分でアカウントというか、あのアバターを作ったりとか、相棒を作ってやるっていうポケモンはね、初めてなんですよ。大人になって初めてのポケモンというか、人生で初めてのポケモンなんですけど、話題にもなってるし、ね、最新作やっていこうと思います。今後はね、これもまあ最後までやって、あ、いいじゃんってなったら、他のシリーズもやってみようかなと思ってます。ということで、よろしくお願いします。でなんですけど、キャラクリが一番時間かかりそうって思ったんで、クリードだけ先にしておきました。なんかいつもの感じ、白い髪にちょっと赤っぽいお面の、名前は白です。よろしくお願いします。もうね、いろんな人の配信見てる人はさ、見飽きただろう。初めてのポケモンを選ぶとこだね。私も決めてます。ニャオハでいきます。ニャオハでいきます。あ、私そういえばバイオレットしか見てないから、そっか、学校が違うんだね。オレンジ色だとオレンジだった。伝統から学び、強く大きく育つ。最初読んでなかった。さあ、君もポケットモンスターの世界。ポケモンさ、私ちっちゃい頃もそこまでハマってなかったから、151匹の歌歌えなかったの。ピカチュウ、カイリュウ、ヤドラン、ピジョン、コダック、コラッタ、ズバッド、ギャロップ、サンダース、メノクラゲ、ふにゃ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 、不思議だねぐらい。ちょっとわかんない。ポケモンマジでわかんない。あら、新しい子もわかんないと思う。人の配信とかをちまちまなんか横目で見てはいるんだけど、それでもなんか、なんだこいつ知らねえなみたいな、システムとかもわかんないし、出てくる子も、この子はね、ツイッターでたまに見る。何かは知らない。かわいい、欲しい。おじいちゃんとかわいいの一緒にいると癒されるな。ポケモンたちは海や空、街の中、至る所に住んでいて、私たち人間は彼らと助け合い生活しています。ポケモンってマジでわかんないよね。哺乳類っぽいけど哺乳類じゃなさそうな。オレンジアカデミーではそんなポケモンのことをもっと深く知るために、いろいろな地方から人が集まる村で学びがあったり。もうね、もう振り仮名助かる。ポケモントレーナーとしてポケモンと戦わせ、共に成長したり。そうなんだよね、アイガンっぽい生き物なのにさ、それ戦わせるっていうのがよくわかんない。子供たちがなんか虫キングみたいな感じでリアルでクワガタとか戦わせたりする感じに近いのかな。それがわかんないんだよね。この手前にいるのはベトベトンだっけ。初代にいたから知ってる。この黒いのは何、ケンタウルス。そんなのもいたよね。さまざまな授業内容で生徒の可能性を引き出します。コイルしかわかんない。コールとピカチュウしかわかんない。オレンジアカデミーへの入学を心よりお待ちしています。一番左にいたのはポケモンカードで見たことある。なんかこのオープニング、私いろんな配信、人の配信見てたはずなのに、このオープニング知らないよ。バイオレットこんな感じで始まるんでしょ。見た記憶ない。みんな飛ばしちゃったりとかしてない。これフラミンゴのポケモン、ポケモンだよね。ポケモンの
世界って普通の動物あんまりいないよね。なんか猫とかいないよね。猫とか、普通にスズメとかいないよね。ポケモン、え、じゃあ牛とか、豚とかいないの？食用家畜いないの？たまにポケモンも食用になったりするらしいじゃん。牛とかいないのかな。今の私んち？保存かけてる。L 立ち上がる。かわいい。ほら私かわいい。いい感じでしょ。これで歩く。いい感じでしょ。ほらすごいかわいい。アップにしたりとかできないのかな。あ、次元の狭間が、次元の狭間が。ちょっとカメラ設定とかいじれないのかな。やっぱリバースなんだよな。変えてないわ。はい、なんかもうちょい、もうちょい。あ、ここだとカメラそんなにいじれないのか。じゃあ、むちゃあり。え、なにこれ、あんま可愛くない。リスって可愛いはずなのに。これペットか。非常食とかではなさそう。おはようございます。あら、もう制服着てるんだ。今日から新しい学校だもんね。ママもとっても楽しみ。もう行ってきますにはちょっと気が早いみたい。学校から連絡があって、もう少し家で待っててください。もう少し家で待っててください。だって、なんで入学に必要な大切なものもまだ届いていなかったらしいの。それは事件だ。じゃない、これは勝手口か。あれか、誘導されている。あれ、あ、物置だった。物置だった。ごめんください。あ、この人オレンジの服の方がちょっと好きかも。なんかバイオレットの方って青っぽいよね。入学案内が遅れてしまい申し訳ございません。クラベルさん、よろしく。ポケモンのさ、シリーズってよくわかんないんだけどさ、基本的にママしかおらんよね。マサラタウンのサトシくんもママだけだったような気がするし。パパって早起きなのかな。それともポケモン関連のお仕事についてることが当たり前で、あっちこっち旅してるのが当たり前なのかな。もうワーカーホリックみたいなやつで家に帰ってこないやつしかいないのかな。なんかしらいつもコンセプトがあるんじゃねえかなと思うんだけど、朝っぱらからこう、なんていうの、人を呼び入れられる家にしてるのママ偉すぎ。あ、はい、ママ偉すぎ。にしてもちょっとこの操作がちょっと厳しい気がするのは家の中だからかな。あ、これかわいい。このあー、アップできない。できないの、これ。できない、できなそう。この植木鉢めっちゃ欲しいな。バッグと帽子を身につけようか。はい、早くニャオハを手に入れたい。白い帽子なの。あ、あれ？正面向くとは多いんだ。全部白の方が可愛くない？
X ボタンでメニューが開きます。メインメニューでレポートを選ぶとこれまでの冒険を記録できます。セーブね。バッグの中にある大切なものから探検の心を開くと冒険のヒントをもう一度確認すること。これか、探検の心へ。はい、開いてみますか。これか、はいよ。走ったりできないのかな。まあ家の中で走るなってことか。決まってるぜ。早く猫ください。早く猫。あ、でもね、猫の進化系実はまだ見てないんだよね。あ、ママの部屋だって。どこだ家。あ、ここか。家、自分の家の間取りわかんないですよ。家かわいい。玄関にぶら下がってんの唐辛子だよな。家庭菜園バッチリじゃん。ポケモンたちよ、出てきてください。にゃおはください。あーでもね、他のもかわいいね。でもまあ猫です、猫一択ですわ。一匹選んでもらいます。草、猫、ポケモン、にゃおはさん、かわいい。このワニポケモン、ポケホガモ、ポケモンの壊す、ワップル、よろしくお願いします。これ全部もらえないの。はーい。あ、猫です。猫一択です。一緒にお散歩。白はスマホ。馬ポロトム。馬ポロトム。スマホとロトム？わかんない。どこできるの？馬ポロトム？スマホロトム。ロトムかな。スマホロトム。あ、やっぱロトム。ロトムというポケモンが入っている。最新型のスマートフォン。もうポケモンって何？わからない。生き物じゃないね。スマートフォンに入ってるってどういうこと。道に迷ったらワイボット。マップが見れて便利。え、一気にこの世界わかんなくなった。みんな行くぞと思ったんだけど、この家庭菜園めっちゃ素晴らしいですね。キャベツかな。キャベツだけど2種類ぐらいありそう。これなんだろうね。豆かと思ったら違うな。これもなんだかわからない。これもなんだかわからない。これとりあえずトマトじゃん。人参じゃん。これ芋っぽいんだよな。芋。これが何だか分からん。アロエみたいに見るけど、こんな昆布みたいな葉っぱ知らないっすね。これも何だか分からん。あ、これ以上いけない。出た。ナスかな。すごいね。じゃ自給自足の生活してます。しそう。赤じそう。これ何？サボテン？この世界サボテンを食べる。サボテンは食べられるんですけど。なんかある。
これどうやって拾うんだ、これかこれかこれか、あ、拾えた。傷薬、これ大事だ、ポケカでも大事だから。そうか、ポケカ傷薬ってそう簡単に使わない、そう使わない気がする。絶対デッキに、初期デッキに入ってる気がする。これキャベツ、なんだろうね、これ食べられるもの食べられないもの一緒に植えてんのかな。あれオレンジだし、あれ多分イチジクだと思うんだよな。かわいい、みんなちゃんとついてくるの偉いね。じゃあ向かいの家に行こうか。もうニャオハって決めてるからねポケモンも全く映してないね。かわいいからちょっと、何なんだろうね、だからちょっとスクショ撮りたいな。明るいとこでスクショ撮ろうよ、みんな。で、こうして家をバックに撮りたいのね。ほら、みんなこっち見て。スクショのボタンどれ、これか。あ、全然スクショ下手くそ選手権優勝しちゃう、このままじゃ。やばいやばい。自由すぎてスクショ取れないんですけど、悲しいわ。まあいいか、行くか。ほら、こっち来い。カメラをこうしたり、こうしたらそれっぽくなる。ホゲータ先行きすぎ。なんかうまく取れなかったんでいいです。何、これダッシュできないんだもんね。人には話しかけられるのかな。お、走れるようになった。ここは小さじタウン、ちょっぴり控えめ小さな町。じゃあ大さじもあるのかな。科学の力ってすげえ。通信すれば友達と最大4人で一緒に冒険できる。走れるようになった、嬉しい。あれ？いない。かわいい。食べるんじゃないの？かわいいな。猫だわ、猫。猫進化してさ、ライオンになったりしないよね。はじめまして。でもツイッターであなたのことはよく見ます。レモンさん、早くやろう。やられる。猫です。操作間違えないようにしなきゃ。猫猫猫猫。
たタイプのニャオハ。生い茂る植物の力でどんな水でも吸い取るの。はい、こっちのロンです。あにゃお、あーニックネームつけたいけど、そうすると正式なポケモンの名前を全く覚えなくなるので家にしていきます。何でもかんでもね、あだ名をつけすぎて最近マジで普通のゲームの、あーかわいい、あかわいいね、最近普通のゲームのキャラクターも覚えられなくなってるので、ちゃんとポケモンをね呼べるようにしていきたいですね。モンスターボールという道具に入るのですが、なんで入るのかが本当にわからない。質量保存の法則とかどこ行くの。都合でなのに一匹もらえるのいいな。人生で初めてのポケモン勝負だね。ポケカを除く。今年からポケカもやろうと思ってる。あら、大量にこの間購入をしたんですよ。まだデッキ組んでないんだけど、ターターデッキみたいなやつをたくさん買ったので、そこからスタートしていきたい。あー、ごめん、近すぎた。ごめんね、女の子の近くについつい寄ってしまうんでね。あるのがポケモントレーナー。はい、これ負けイベ勝ちイベ、それともマジで勝負やんなきゃダメなやつ、よくわかんないんだけど。わお、じゃんけん的にはこっち有利だよね。ポケモンのなんか有利不利みたいなやつよく知らないんだけど、それともできんのかな。この40っていうのが一体どういう基準なのかよくわかんない。体力的なもの、MP 的なものがあるのかな。効果ありません。だって僕草だね。変える回数的なものなのか。尻尾を振るって何が起こるの。あーなるほど、とりあえず尻尾振ってみた。これ先にやってもよかった。あ、にょ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 、見てみたいから引っかくしてみようかな。奥でホゲータ見てくれてた。でもその勝負に勝った。多分選んだポケモンによって相手が変わるんだろうね。相手が選ぶポケモンも変わってくれるんだろうね。勝てるようになってんだろうな。メタメタ、学校行かせてくれへんのか。
ケモン図鑑が開けるようになった。このスマホ、スマホポケモンがいるってことなの？なんだろう、わからない。この人サトシよりもずっと古い世代ってこと？サトシですらなんか手帳みたいなの持ってたよね。あの通信できる、なんだっけ、なんかゲーム機みたいなやつ持ってたよね。ゲームボーイみたいなの持ってたけど、神世代なんですね。感官性がエンドコンテンツってことで OK？ あ、助かります。ここは道案内頼みます。パンといえば野生のポケモン捕まえたことないですね。わかった、あの人。え、マイナスボタンを押すとスマホロートームのポケモン図鑑アプリを開けます。マップアプリ上からも X ボタンを押すことで開けます。これ、ポケモンを戦ったり捕まえたりすることで図鑑アプリにポケモンの本が増えていきます。捕まえたポケモンは本の表紙が描かれます。本の背表紙が並ぶ画面で X ボタンを押すと捕まえた数でもらえる報酬が確認できます。捕まえた数でもらえる報酬が確認できます。いっぱい捕まえると報酬がもらえるってことね。プラスボタンを押すと登録されたポケモンの生息地を見ることができ、どうすれば出会えるのかが分かります。いろんな場所を冒険してたくさんのポケモンと出会いましょう。カス捕まえた手になってるの？あ、出会ったことになってるだけだよね。あ、出会うと、スペースができるのか。んで、捕まえると本になるのか。お、これはプロ、私のプロフィール。なんかいろいろ、あってよくわかんねえな。ちょっとフラフラしたいな。あーと思ったけど、なんか特にアイテム落ちてなさそう。あの子足速いわね。連れてってあげるって話はどこに？これ知ってるよ。ミニ竜でしょ。多分。小学生の頃に家にちっちゃいフィギュアみたいなのあったわ。ミニ竜。弟が好きだ。あら、白。ネモちゃんと一緒に投稿するんだってね。置いてったじゃん置いてったじゃん。結構スパルタだな。あ、え、私もあのお家帰れないの？噂のサンドイッチか。傷薬、あ、これ大事。ポケモンの世界も子供の一人立ちが早いんだよな。次置いてかないでね。私は方向音痴なんだから。方向音痴なんだから置いていかないでくれ。行く行く、待って待って、曲がるのね。分かった、急げ急げ。方向音痴だからさ、怖いんだよ。あ、なんか落ちてる。小さじの小道、私たちの冒険が始まる道。町と違って道や草むらには野生のポケモンがいるんだ。
とりあえずなんか捕まえてみない？さっきと戦うことになるけどね、赤と一緒なの大丈夫だね。どうしてポケモンを捕まえるのに使うのか。ジミモンスターボール。いっぱい持ってるから分けてあげるね。あ、神かよ。ありがとう。5個手に入れた。白はモンスターボール、ボールポケットにしまう。なんか出た、ここ。習うようになれちゃう。一瞬戦ってみて。いや、おはよう、行け。勝手に出てきてくれた。野生のポケモンと戦ってるとき、X ボタンを押すとモンスターボール投げる。ポケモン捕まえます。はーい。たまにダメージを与えてからモンスターボール投げると捕まえやすくなります。これ、ね、これうっかり倒しちゃったらどうなるの？でも向こうの方がレベル高いから大丈夫です。こう振るっていうよりも鉄を振るって感じだな。これ連打とかした方がいいの？本当に捕まったわ。ああ、にゃーがレベル6だったの。あ、すごいね。すごいね。グルトン。一日中餌を探す。優れた嗅覚を持つが餌探し以外に使わない。グルトンはグル、あー、ちょっと待って。なかったことにしたい。よいしょ。このままでいいです。捕まえた。ありがとう。ありがとう。まるで神だね。学校行こう。あんだけでかい建物一旦目印なら全然。あー、絶対あるぞ。これか、はい。今度は先に走っていかって言ってくれない？一緒に行こうよ。かわいいの欲しいな、かわいい。グルトはいいや。こいつ何？雲だよ、ちょ。え、これ雲だよね。雲は苦手なんだ。まあ、でもここで捕まえればもう二度と、うぅ、やっぱり嫌だ。で、雲かな。あー、許せる。言うほど怖くない。たまんちゅ。ここにいた雲とかはもう知らん、トラン。だって苦手系な生き物をモチーフにしてるモンスターはちょっとやっぱおーってなる。あ、ポルトのレベルが上がっている。あと糸もらった。なんだろう、釣り竿でも作れるのかな。体を包み込む糸玉は天敵のストライクの鎌を跳ね返す。あー、ストライク知ってるよ。カマキリみたいなやつだよね。あ、つけませんけど。あ、よかった。なんかまだ顔が可愛いし、うん、気持ち悪くない。ちょっとシルエットでゾッとしてしまったけど、大丈夫大丈夫。なんか落とし物が増えてる。可愛いの、なんかこれいっぱい欲しい。でもこれ草ポケモンだからニャオガで言ってもしょうがなくない？だけど、まあ、ニャオガでいいか。
後なんか何か起こる。あー、効果今一つだけど、あ、全然今一つだ。あー、死んじゃう。何も起こらない。跳ねると何か起こるのか。これめっちゃ可愛いな。こいつ可愛いわ。これいっぱい欲しい。いっぱい集めて何が起こるかは分からないけど。交配とかできるのか。育成っていう交配ができるのかな。噛みつく。物理だな。風に流されかなりの距離を移動する。パルデアの羽根っこがどこから来たのかははっきりしない。おー、かわいい。かわいい羽根行きたいですな。これなんだ。ポケモンのところに近くにいるとなんかできるっぽい。そのあれ取れない。取れた。この辺ってまだ全然冒険できんのかな。なんだこいつ。アリ。なんだ虫。しっかりぶつかっちゃったけど。あれ強い。足7。よしよしよし、大丈夫。え、ここ羽根っこめっちゃいるな。後でいっぱい取りこよう。モンスターボールってどうやって集めるの。これ買うのかな。お金が必要なのかな。お金が必要なのかな。取り込んだ毒素は黒い粉に変えて排出されるので、毒の葉っぱや根っこ食べられるのだ。それはすごい。いいえ。こう風紀虫、なんかこう吹くのかな。あ、今書いてあったじゃん。黒い粉にして出すって。それ吐かれたら結構きつくね。なんかいるな。毒消し。もしかしてこれジャンプできない。え、これジャンプできない。え、ジャンプできない。おーおー、雲。これジャンプできないのきついな。戻っちゃった。おお、降りてきた。ジャンプできないんだ。はいはいはい。あとできっとここら辺も来れるでしょうと思って先行くか。おお、くるっと。あ、モンスターボールやっぱ落ちてんだ。なんか増えた。他にいる。これも雲か。入学できるかな。メインストーリーはさっさと終わらせてしまって、この育成とかそういうのをやりたい。ポケモン図鑑を埋めるのをやりたい。危なくない？安全機能がある。あ、危ないところにはなんかピーピーピーとかって言ったりするのかな。それ欲しい。それ欲しい。ピーピーエイド。アイテムの名前も覚えないとね。なんか傷薬ぐらいしか分かんないけど、いろんなのがあるんだな。傷薬とモンスターボールとなんとかボールがぐらいしか分かんない。なんかおる。リュウグウの使いみたいなやついる。キービジュのやつか。うるるるる。わわわわわ。
やわおハゲっぽい。わし、そのスマホ欲しい。そのスマホ欲しい。いや、これよりスマホ欲しいわ。はじめまして。なぜのこれポケモン。なんか、見てすぐそれがポケモンだってわかるってことは、植物と人間とポケモンしかないの？この世界って。これあれでしょ？サンドイッチです。でも私のお昼ご飯どうしよう。私かわいいな。私のアバターはやっぱりいつもかわいいね。自分が使うものだからね、自分の一番好みの形にねしてるんだけど、いつも大概いつもこんな感じやわ。かわいいわ。お洋服着替えられたらいいんだけどな。この子に合いそうな服にしてあげたいけど、多分ポケモンそういうのないからな。で、話をしたらなんか分かんなくなっちゃった。何何。歩行できるようになった。洞窟の方行っちゃうの？これどうやって登ろう？行っちゃうの？え、入っていいの？ここ入り江のホラーな。友達上に置いてきちゃってるけど。水。あ、ほら友達が待ってる。いた。ポケモンを混ぜて引っ張り上げるから、ポケモンって便利。うん、強そう。なんか撃った。ワンワンか。さっきのワンワンはちょっと…あ、え、かわいいのいます。かわいくないかもしれません。口が怖い。ちょっとかわいくない可能性がありますよ。アップで見ました。胴体のほとんどが胃袋。それは大変だね。毎日同じルートをうろつき新鮮な餌を探し回る。それは大変だね。あ、口が怖い。
ごめんお待たせ。可愛い気配を感じたけどさほど可愛くなかったわ。口が怖かったわ。あーディグダちゃん、お前海じゃねえな。今度来るわ。ここまた来れるかな。まあそのうち来れるでしょ。あこれダメだ。なんか群れが来た。ヤオハじゃ無理くさい。バウ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 強い。さっきの取れなさそう。強いのもいるから気をつけて。強いのはじゃあこの子の力を借りてやっつけるしかないのかな。あこんにちは。私の方の画面で、あちょっとゲーム大きい、すいませんでした。あ本当だ、凄まじくでかかった、ごめんなさい。このくらいでどうでしょう。こんばんは。私の OBS の方になんかコメントが反映されてなかったです。すみません、なんで気づかなかった、ごめんなさいでした。いつもらったんだろう。絶対最初からだよね、ごめんね。めっちゃうるさかったよね。ありがとうございます。もう私も配信画面見よう。普通に一人で喋ってるだけだと思ってた。志村後ろ後ろみたいになっちゃったよ。さっきの犬じゃない、犬の進化系かな。いやな、ニャオハじゃ無理じゃないかな。犬とね、うー無理じゃんこれ、どうしよう。えこれやるの、イベント。走って逃げるしかない。やっぱりあいつの進化系なのか。進化系をさ捕まえることって可能なの。あこっちの画面見よう。コメントを動かすアプリで見ようでしょ。はい、ありがとうございました。次回から音量気をつけます。スプラトゥーンかスイッチの方の設定のまんまでした。こいつ二足歩行なんだ。カゲかな、カメかな。口がそっちっぽいよね。野生類とかそっちっぽい。無理させちゃった。またサンドイッチあげなきゃ。元と影、元と影、元と影。何もしてない。うん。甘えた恋かわいいね。よし。私とポケモンになるのかな。そっちの黒いいな。プロスマホいいな。えポケモンなんだよね。技マシン、あ
知らないやつだ。技マシンってさよくわかんないんだよね。スピードスターっていうやつを使うと、あ、違う、技マシンってやつ使うとこのスピードスターを無理やりポケモンに覚えさせることができるってことで OK？ 星型の光を発射して相手を攻撃する、うん、スターだから命中する。はい、わかりました。ちょっと有識者たちに聞いてからにすることにします。技マシンってなんだろう。え、まだ学校行かなくていいの？そんな朝早いの？それかもうあれなの、ポケハイたちはやっぱり夜中夜中とかしか活動しない。あ、はい、怒られました、すいません。え、ポケハイたちはみんなあれなの、昼から活動とかするのかな。あ、これなんかサムネとかでよく見るぞ。なんでいる？お前らに言ったんじゃないさ。ペパー。ポケモン博士、オーリム博士の息子さん、ペパー。母ちゃんは関係ねえ。母ちゃんコンプレックスか。それよりこのポケモンがなんでいるんだよ。そしてこの姿に。カクカクシカジカ。ニャゴニャゴニャオハ。コライドン。コライドンっていうの？ガオガオ、ギャギャギャス。なんで？もうはいしかないでしょ。はいしかないでしょ。だってそいついないと私冒険できないんでしょ。もやもやで、八つ当たりでポケモン勝負しないでくださいます？ポケモントレーナーのペパーが勝負を仕掛けてきた。欲しがりす、あ、さっきのお家にいたやつ欲しがりすって言うんだ。欲張りすは、あれだよ。ポケモンカードでゲットしたよ。嫌なこと思い出してしまった。なんだ？こう振って、リスも草なのかな？違った気がする。なんかノーマルとかだった気がする。ポケモンカードだった。でもそっか、効果抜群の時って効果は抜群だみたいな感じでここら辺に出るんだっけ。 Y じゃないと出ない。入るかな。結構入った。あー、防御力が下がってしまう。いやいやいや、こっちも噛みついてやる。一緒に当たった。おー、クリティカル。あ、みんなレベル上がった。かわいいね。アネコ新しく技を覚えた。ヤングス新しく睨みつける覚えた。はい、勝ちました。これも勝ち格イベントかな。負けると300円払わなきゃいけないのかな、私も。コライドン連れていくならこれ持ってけ。あいつを制御するモンスターボールさ。コライドンのボールを手に入れた。なんでそんなすごいもの持ってんの。だからなんでそんなの持ってんの。それな、ヘッドボール手放せたぜ。どういうこと、どういうこと。これはストーリー後半に絡んでくるのかな。おかしなやつ。そ
それな。君が入るボールだよってことで私のポケモンになるのか。まあなんか知ってそうだった。今度だったら勝負して問い詰めてやろうね。そうだね。そうだ東大。上から学校見えるよ。入れんの？あ、あれか。でっか。あれの真ん中が学校なだけ？周りは家か。ああ、びっくりした。ボールがついてる大きな建物は私たちの学校なんだ。学校が一番でかいのか。奥にあるの、なんだ？あの奥にある白いやつ。いっぱい学んでもっともっと勝負しようね。バトルジャンキーだね。見渡す限りの山、草むらに森。たくさんのポケモンが暮らしてて城との出会いを待ってるよ。ポケモン図鑑の完成ってどれくらいかかる？てかポケモンってこのシリーズ何体いるの？151どころじゃないでしょきっと。プラトタウンを目指しましょう。本当に遠いんだ。これ入学できる？今日入学できる？割となんかキリよくねって思ってるんだけど。でさっきの虫、こ吹き虫？こ吹き虫？勝負はしない。これ多分あの話しかけると勝負させられるわけでしょ？さっきのとは違う。また来よう。分からない。あ、コダックだ、コダックだ、コダックだ。いつも頭痛い人。間通して、なんだこれ。え、かわいい。これは絶対捕まえに来よう。知らない子ですね。めっちゃかわいいじゃん。眠気覚まし。おお、ほほほほ。傷薬。これ何？かわいい。え、かわいい。かわいいやつだけで、パーティー作れるな。全然作れるわ。はい。ここはポケモンセンター。私の知ってるポケモンセンターじゃないな。いろんなことができるんだ。白衣のお姉さんいないじゃん。ポケモンセンターも進化してしまったんだな。元気にしてくれる、直してくれる人ね。フレンドリーショップではポケモンを捕獲するモンスターボールや傷薬などを、ああ、ショップね。オッケー。リーグペイというポイントでもお支払いができますよ。1LP は1円の価値があります。これ何？技ま、ああ、はい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 。技マシンを作れる装置です。ポケモンの落とし物。あーなんか粉か、あのポケモン GO と一緒か、あのシステムか。ありがとう。なんか本当にこの人神かもしれない。困った時はポケモンセンター、ここテストに出るからね。ありました。合言葉？レッツゴー。歩いた。一緒に歩いてるポケモンに落ちてる道具拾ってきてとか、戦ってきてとかお願いで。へえ。レッツゴーシステム。R ボタンを押すと戦闘のポケモンにレッツゴーと指示することができます。レッツゴーしているポケモンは近くにいるポケモンと戦わせたり、アイテムを拾ったりしてくれます。ポケモンは体力である HP が少ないとレッツゴーができなくなります。ポケモンが弱ってきたら、キスグスなので回復して歩けましょう。
レッツゴーで戦闘が始まるとポケモンに指示をしなくても戦っているかお任せバトルになります。お任せバトル中のポケモンを守りつつ周囲を探索することができるんだけど、これレベル上がる、レベル上げにもちょうどいいってことかな。で次の町に行きましょうかな。これ可愛いのは人のポケモンだよね。であれもきっと人のポケモンだよね。道合ってる。これレッツゴーしてみるか。レッツゴー。ん、なんか焦った。毒消し。これさ、しまうのってどうしたらいいの。なんか捕まえたらしい。違う、なんか勝手に飼ってる。かわいい。あー、ちょっと待って。今可愛かった。あの可愛い。お戻りの操作を教えてください。お戻りはどうしたらいいんですか。お戻り。これか。ああ帰ってきた。お戻りでございました。おおよ。ピエードもよく。あー飛んでるのを投げるのはこれでいいんだっけ。そっか。こうか。あ、こっちの羽根っこ強い。なんか知らない技も知ってるし。お前尻尾あんの。え、強いこの羽根っこ。レベルで殴れなかった。おお聞いた。風の風って何が起こってるの。別にこれだけか。連打しなくていいんだよね。お前だぞ。あ、みんなレベル上がったわ。羽根っこ新しく吸い取る覚えた。へえ。ああ手持ちにはもう入れられない。ポケモンを6匹まで手持ちに入れることができます。持ちきれないポケモンはボックスに送ることができます。ボックスに送られたポケモンはメインメニューからボックスを開いて手持ちと入れ替えることができます。わかりました。んで、あ、ここにもポケモンセンターがある。あらの、ちょっとこれ道合ってる。道合ってます。あ、こんばんは。やっぱり私の OBS ぶっ壊れてるな。コメントを読んでくれないな。コメントを読み込んでくれないな。ちょっと後で調整しよう。なんか更新が来てたんだけど、それのせいな気がする。ね、迷子になった。あ、ぶつかっちゃった。逃げたい。やだ。もう雲はいい。やだ。逃げよ。これだよね。これ入れんの？これ入れんのか？こいつ話しかけたらきっと、あーなんか来た。勝負させられるよね。なんでポケモン寄ってきちゃうの？めっちゃポケモンに好かれる体質やん。え、片耳か、ほんとだ。やってしまった。またやってしまった。これちょっと、生配信だったのに一旦非公開して編集しなきゃ。やってしまった。なんか今日ダメだな。
そうですね、一旦非公開にしてちょっと音調整をして再アップします。途中までね、ポケモンじゃないや、スイッチの音がね凄まじくでかかったみたいな。調整します。これさ、町に入ったらもう入学できる？え、ずるい。あ、でも私もいっぱいいるわ、そういえば。そういえばお腹空いたかもしれない。確かにお腹空いたかもしれない。板チョコに見える。振った食わすだからこれでいいよね。あ、やっぱり効果抜群とかここに出るんだ。勝ちへのこだわり感じるよ。勝ちたい。パスの攻撃が上がった。これマジでさ、初見、本当に初見プレイだからさ、なんか例えばだけどここで一旦ストーリー終わりにするじゃん。フィールドに出て捕まえた時になんか変にストーリー進んじゃうことある？何それ、攻撃されなければどうということはないんだよ。おう、パモって何？パモって何？パモって何？知らない。なら知ってる。パモっていうの、これ何ポケモン？ポケモンのさ、詳細を見ることができない。なんか色的に炎っぽくない？こいつ何ポケモン？とっておき使っちゃう。何これ？噂のこれがヘラ？テラスタール。あ、キノコ生えたけど。何これ。ニャオハの尻尾を振る。これ何が起こるの？ポケモンをテラスタル。テラスタル。タイプの威力をもっと高めるんだ。あ、雷なんだ。えてててててて、効果は今一つでした。やばい、いい感じのがないよ。どのくらい入るのかがわからない。あれ、ネズミ？ネズミなのこいつ、クマじゃない。あとさ、この防御力下がるやつってどのくらい効くの？どのくらいのターン生きてるの？なんかその辺もよくわからん。あ、ニャオハレベル上がってる。ガンガンレベル上がるじゃん、ありがとう。爪研ぎを覚えたい。爪研ぎの代わりに他の技を忘れさせることができるんですか。威力が分からんのよ。命中100、威力40。これかな。ニャオハはこれさ、あの技の順番も変えられる？順番変えたいんだけど。そういう細かいことってできるの、ポケモン。調べるか。よっこらせ、よっこらせ。急成長にびっくりで、あー、お金いっぱいくれる。この子私に何でもくれる。後で何とかしてやる？あげる？
器のかけらをプレゼント。なんだっけ、ポケ号にもあった気がする。瀕死になったら使えるやつだっけ。あ、一応できる。なるほど、やり方がわからない。なんか後で整理整頓しよう。町の中は坂とか階段が多いから、一休みして追いかけるね。私は町の中入っていこう。OK。 これ全然入学できないんだけど。今なんだろう、17時始めて1時間、1時間か。1時間か。多かった。昔から交易が盛んで、新しい技術や知識を求めてたくさんの人たちがやってくるの。ああ、惣菜が美味しいお店もある。惣菜が美味しいお店があるの。お惣菜屋さん。ありがとう。まだ私入学できないまだ入学できない。いつになったら入学できるの。あれも全然読んでなかった。道具ってるデリバリーのポーチから。いや、これ見て回らなくてよくない。これそのまま直行しちゃえばさ、どうせ後で見られるでしょ。こうしようぜ。この人たちにもさ、話しかけたらさ、あれかな、ポケモン勝負させてくれるのかな。もう私早く学校に入ってなんかフィールド探索したいんだよね。フィールド探索って入学してからきっとできるようになると思うんだよ。どうなんでしょうか。これフィールド探索できるようになるまでってめっちゃ時間かかるのかな。マジで初見すぎてマジでわからん。君もスター団に入ればお星様のように輝けるのよ。別にノルマかわいそうだね。困ったな。もうちょい何話してるのか気になる。ちょっと待って、助けなきゃダメなんかこれ。裏技で入学前でも行ける方法はある。やっぱり入学しないとダメなのか。助けなきゃダメか。誰ですか。ロケット団なら知ってるよ。まだポケモンレベル10ぐらいなんだけど。ター団の下っ端、名前つけてあげてよ。何そのポケモン。はじめまして。何こいつ。炎ではなさそう。やる、虫かな。痛え。思ったより痛えな。
よし、何だったんだろうこいつ。虫かな、何だろう。勝ったわ。羽根っこ新しく女性の風を覚えたい。あ、はい、これスキップできない。ああ、カツアゲ成功です。後輩がやられた。はい、私と、はい、また強引な勧誘している。なるほどね、本来なら生徒会長としてこの騒ぎを収めるべきなんだろうけど。あ、ここでテラスタル教えてくれるのね。これ何？大切なものポケットにしまったけど。結晶の力を秘めているオーブ、エネルギーがチャージされているとポケモンをテラスタルさせる。威力を単純に上げることができるってこと？戦闘中にポケモンをテラスタルできるんだ。白のニャンファは草タイプにテラスタルしそう。どうやって使うの？教えてくれる？あ、さっきのあんま乾くないやつ。イケニアオハ。パルデ地方ではポケモンが結晶化することがあります。それをテラスタルと呼びます。テラスタルボタンを押すとポケモンがテラスタルします。テラスタルしたポケモンはタイプがテラスタルテラスタイプになります。テラスタイプの技はいつもよりとても強力になります。ああ、あるってどれですか？これか。あ、違う、なんか押しちゃった。これだったらさ、草の何かした方が良かったんじゃない？あんまし可愛くない。で、これやればいいのかな。相手のヤングースは倒れた。かわいそうに。なんだこのチート技みたいなの。単純になんか技名とかが切り替わって専用の技とかに変わるのかなと思ったけど、そんなことないのか。単純に単純になんか強化されてるって感じなのかな。よくわかんなかったよくわかんなかった。ポケモンの基礎がないからよくわかんなかったです。え、全然違うタイプにテラスタルする。どういうこと？分かったけど、チャージすることは分かったけど、そのテラスタルっていうのがの根本が分かんないまあこれもおいおい使って覚えていけって感じなのかな。土っぽい子が突然草っぽくなったりすんの？やんちゃ生徒の集まりか。出席率も低いし、集団で暴走してるし。さっきの可愛い子ちゃん先行くんで。制服じゃない。EV バッグもふもふで可愛かった。一致してる技使うと威力が強化される。うーん、じゃあニャオハは草タイプにテラスタルするから草技使うととっても威力が上がるよってことか。え、じゃあさ、例えばなんだけど、
刀と白刀の子が岩に照らすだったらどうなるの、岩技を覚えてなかったら損なのみたいなことになるの。あれそんなことある、かわいい気配。え、授業終わった？今来たばっかり。私今来たばっかりなんだけど。やっと入学っぽい。大学みたいな感じなのかな、いろんな授業受けられるなら。わかりました。大変でした、長かった。なんですって、はい、すいません。ボタンさん、さっきのボタン、ボタンっていうよりもトキって感じだったけどな、名前っていうか、なんかあの鳥っぽかった、頭が。え、1年生なのにあの子も生徒会長なの？なんか入学式とかあるわけじゃないのこれ。え、突然授業なの？ちょっと待って、入学式で入学おめでとうございますみたいなのあるんだと思ったんだけど。なんか同じ制服でいろんな年齢幅の人がいるから結構ごちゃごちゃなのかなって思ったけど、割と年齢まとめられてる感。ネモが一番お姉ちゃんって感じしない？そっか、転校生だから入学式みたいなのはないのか。どういうところが好きですか？勝負することが好きですか？集めることが好きですか？かわいいのを集めるのが好きです。将来何を？わー、そのタイプのに苦手だ、そのタイプの質問だって。私子供の頃から将来の夢とかないタイプだったないタイプだったけど、とりあえずエンドコンテンツはクリアしたいよね。この中を自由に探検してみよう。え、生物の授業、数学、バトル学。受けられるようになりました。学校内を移動できるようになりました。人の顔があると、人の顔があるところ。あ、なるほど、びっくりしたびっくりした。なんか肖像画かなんかが飾られてて、それが動くのかと思った。怖い話やんけとか思ったわ。よく噛んで食べる。さっきのだ。おえ、どういうこと？これネモにも会ってお話ししなきゃいけないのかな。意外かもしれない。おピクニックが、はい、
そうなんだ。一人キャンプがお得意でポケモン元気にする健康料理を研究してるんだけど。へえ。需要競争結構そう。それはあの YouTube で言っちゃいけないマナ薬じゃなくて、マナお薬じゃなくて大丈夫。なしポケモンってのに守られてて簡単には手に入れられない。へえ。なんだこれ、イノシシか。イノシシか。はい、今入っていったけど、え、ちょっと待って、お前のスマホめっちゃ可愛いな。私交換しない。え、スマホの柄ってさ、スマホの柄って変えられないの？可愛くしたい。なんか、え、何？なんかもらった。星の砂手に入れただって。お宝。安く売れる。今入って返事したんだけどな。話聞かねえな、あいつ。なんで？あ、そっか、こっちに移動すれば出られるの？え？変えられる？本当？これ校長じゃないの？違う？か、スター団の偉い人か、どっちか？怖い。ごめん、あの、こいつじゃねえのって言ってごめんなさい、ごめんなさい。はい、すいません、わかりました。はい、気をつけます。すいません、怖かった、びっくりした。怖かったー。そうですね。見た目変えられるなら変えたい。変えたい。やりたいことどんどん増えるね。ポケモンもそういうタイプだね。まあ、ストーリーをサクサクっと攻略は。でですよ。でですよ。でですよ。かわいいけど、これ多分人んちのものだよな。何で、きっとこれもやんなきゃいけないのかな。頭もじゃもじゃ。なんかモデルとかやってそう。今の人すごかったけど。トップって呼ばれてる。誰？全然説明になってなかったけど。誰だよ。トップって名前なの？チャンピオンランク？ポケモンマスターとは違うの？ポケモンマスターって何？アニポケ終わるらしいけど、カバー購入すればいいのか。なるほど。スマホ自体がなんかポケモンなのかと思ってた。中に入ってるって意味わかんなすぎて。チャンピオンランクに到達するには授業を受けるだけじゃダメで、あー、ジムバッジを集めてチャンピオンテストに挑戦して、はえー、
ターよりちょっと下の何かなのかな。え、ポケモンマスターって何？何？あ、あー、見たことある、見たことある、見たことある顔がいっぱいいる。ツイッターで話題になってるやつがいっぱいいる。パチャをくれる人がいる。呼び出し食らったまだ何も悪いことしてません。一回だけ小学校の頃に校長先生に呼び出し食らったことあるよ。呼び出し食らったっていうか自分で言ったんだけど、廊下で野球ごっこしてて廊下の窓割って先生に謝りに行ったことあるよそんなイメージしかねえわ校長室。初見さんいらっしゃいませ。理由がありまして校長室までお呼びし、なんか怖い、怒られるかもしれない。怒られなかった。あ、電話？電話じゃなかった。あら、美人な方。これさっきいたさ、ペッパー？顔濃いキャンパーの知り合いとか、なんか色似てない？色似てない？目とか髪の色似てる気がする。コライドンという不思議なポケモンを連れてい、はい、ただ協力してほしいのだ。あげや、久しぶり。え、お家に返してあげた方が良いのではって思ったけど、そうじゃなさそう。あ、そうなんだ。しかし今私はそのポケモンを管理できない状況にいてね。白には引き続きこれの可愛がってほしい。あ、いいの？ちょっとね、ただで強そうなのもらえるの嬉しいね。戦闘能力を失っている。へえ。私の連絡先をスマホに登録しよう。スマホロトムを出してくれたまえ。これの原理がわからない、怖すぎる。これもポケモンの力っていうのがちょっとなんか感覚的に理解できない。定期的に連絡させてもらうよ。あ、わかりました。すごくない？私151の頃のポケモンしかさ、マジで感覚としてないからさ、ポケモン自体が高性能になりすぎててちょっとわからない、よくわからない。ペパーのママかな。中にロトムって特殊な、そう、中に入ってるが理解できないんだけど。え、なんかちっちゃいの？すごいちっちゃいのがチップみたいに入ってて、なんか電気かなんかがご飯で嬉しいみたいな。ちっちゃいと、ポケモンってちっちゃいところに入るのが好きなんでしょ？そいつがチップみたいな感じでペッて入ってて、電気だ、嬉しい、ビリビリってしてるの？わかんない。わかんないよ。スマホにしてもらえるの嬉しいってなってるってこと？
るので今頭いっぱいでちょっと校長の話聞いてなかったわ。ごめん校長。家電に入るポケモンがいる。え、他にもいるのかな。なんか最初、あ、これあのアーカイブ一旦非公開にして音調整をして動画にしてもう一回アップするんだけど、最初にも言った通り私ポケモン151匹言えなかったぐらいの子供だったからマジでポケモンわかんないんだよ。151の頃もさ、え、待って、今見てくださってる方もしかしてポケモン初代じゃなくて途中からの人？ロトムだけ。あ、そうなんだ。なんかそう、151の頃しか私は知らないので、そして151をしっかり覚えられなかった人間だから、マジでポケモンという生き物の生態が本当にわからないんだけど、怖いね。あ、初代からやってる人。ああ、じゃあ私がポケモン知らなすぎて笑えると思う。イメージ的には家電を家に、ああ、なるほど、すごい分かりやすい、ありがとう。いや、アルビドさんきっと私と同世代だよ。なんか同世代だよ。何か感じるものがあるもの、あるんだけど同じだよ。ほんと小学校でクラスの中で151の歌が唯一歌えない子供だった。お昼の給食のさ、放送とかでさ流れるので、みんなさ歌えるからさ大合唱になるんだよね。わーわーって不思議だねまで言えるかなぐらいだった。本当に分かんなくて。これなんか、はい、分かりました。フィールドワーク行きたかったのにな。これでもう、でも出られるかな。まだ日出てたけど、寝なきゃダメか。何日かが経っちゃった。どうしよう、何日か経っちゃった。私今日のうちにフィールドワーク行きたかったです。冒険の始まる日がやってきた、やっと来た。ポンパンポーン。ポケモンはね、きっと冒険できてなんぼでしょ。ついに来た、長かった。いろんなものをもうしなくていいっしょ。全無視してやっと来た。2時間で、2時間でだよ、2時間でやっと、やっと外出られる。キャラメイク合わせると2時間半ぐらいかな。皆さん集まりましたかね。これムービーだ。これでもうお外出られるようになる？お外出られるようになる？自分だけの宝物を探していただきます。もうニャオハが宝物なんですけど。多くの知識学んでない。多くの知識まだ学んでない。ちょっと待って、まだ学んでない。属性とか相性とか全然分かんない。え、どうしよう、外出て大丈夫？寝て過ごしてしまった。あー、かわいいわ、やっぱりかわいい、私かわいい、あー、私かわいかったのにスクショ取れなかった。これで授業をしたり、課外授業っていうか外に出て
ポケモン捕まえたりっていうことができるようになったってことかな。あと出ていいですか。一旦ストーリーはここで区切りかな。わかんないけど、初見すぎてマジでその次の展開がさっぱりわからん。ライドしていく、あ、私が持ってるやつの色地みたい。まるであの罠への立ち入りは危ないので拘束違反ですからね。何がパルデアの罠なのか、あ、スマホが教えてくれるか。こと？何するの？でもフィールドワークでいいんだよね。歩きながら教えるよ。本当に宝があるわけじゃなくて、自由に冒険していろんなことを体験すればいい。ふんふん。宝があるんですか、この世界。やっぱさっきのお姉さんと色似てるわ。スパイスとろまかすんだ。さっき入って言ったんだけどな。トトロトロと。今さ、ジムって何人いた？滅亡した箱の呪われた秘宝とかあるよ。マジか。ストーリーも違う。なんか歴代が全然わかんないけど、これがポケモンかーってなると他のポケモンやると違う感じになるんだ。組の名前となっているポケモンタイプのところ。ロロロロロ。わーい、地図がどんどん勝手に更新されていく。なんか格闘組すごいな。地獄の使者みたいな感じになってるけど。どっかの閣下みたいだった。わあ、マジか。まあ全部かざしていけばいいんだよね。どこだろうそれ。いやー、ま、私ペパーくんのこと好きになりました。あ、かわいい。ちょっと愛着出てきたわこいつ。ギャスギャス。これで乗り方教えてもらえるのかな。プラスボタンを押すとコライドにの、プラスボタン、ライドしている時に B ボタンを押すとジャンプして障害物、もう一度プラ、はい、わかりました。
そこつかむ？そこつかむ？あんぎゃー。東門から出るといいぜ。西門。あれ置いてていいや。またね。やったね。フィールドワークできるようになりましたってことで OK。 歴史の授業が受けられる。家庭科も OK。 ポケモンが大量発生中。やったね。というわけで多分ここがキリがいいところでしょうということで、ママレモン、ママ私なんか変なこと言った。基本的に一本作は、あ、過去作は一本道だけど、今作はあ、今の感じか。なるほどにゃー。ママレモン、ママレモン、そう、南門から出ていこうかなって思いました。まっすぐ行きゃよくないと思ったなんですけど、配信はこのぐらいにしておこうと思います。で、たくさんポケモン捕まえてレベル上げといて、また次のストーリーやっていこうと思います。で、ストーリー自体は動画か生配信やっていこうと思います。だからなんかポケモン捕まえたりダラダラなんかやるやつは引き続きツイッチの方で、あ、今日はやんないんですけど、今日はやらないかな。今日はちょっと慣れるために裏でやろうと思いますが、今後の配信はツイッチと YouTube の方は動画も含めてやっていこうと思うので、よろしければチャンネル登録などしていただけると幸いです。 Twitch のチャンネルの方もぜひねご覧くださいということで、最初なんか音の調整がね、進めないんじゃ。そうなのか。はい、そんな感じです。音の調整をし直したものを動画として出しますので、よかったらそっち初めからね見ていただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。あ、アーカイブ非公開になります。よろしくお願いします。井上ゆきたでした。またねー。